A タイプはやめて C タイプにしますというのが、まあ、私の手元には2日ほど前に来ました。事態が急転したのは今月初め、とある国が万博での独自パビリオンの出展を諦めました。みんなの顔見ながら話していると、まあ、終わったのかなと、組み上がっていたパズルがバラバラになった瞬間ですね。万博をめぐり相次ぐ計画の断念、その舞台裏に密着しました。4月、東ヨーロッパの一国アルメニアを訪れたのは建築家の遠藤周平さん。滋賀県出身で30年以上にわたり数多くの建物を設計してきました。 Thank you very much. I'm Endo. Thank you very much. この構造、コルゲートの建築は万博で唯一アルメニアだけです。来年大阪で開催される万博で独自にパビリオンを設計建設するタイプ A での出展を初めて決めたアルメニア。遠藤さんはそのデザインを任されていました。それからこれは建築のコンセプトで、アルメニア正教の先頭といいます、とんがってるイメージが、まあ、私のこの、屋根のモチーフの、まあ、原点に一つはなっています。アルメニア人にとって聖なる山であるアララト山と、歴史ある教会の屋根の形からイメージを膨らませ、遠藤さんの建築の特徴でもあるコルゲートと呼ばれる金属を屋根に用いてデザインを作り上げました。35年のキャリアの中で初めての万博パビリオンの設計。万博は遠藤さんにとっての原点だといいます。10歳で大阪万博で建築って面白いと思ったことが、私の中で一つのこうスタート地点になっているような気がします。もう一度巡ってきた50年後の万博に参加できるっていうのは、まあ、それは非常に嬉しいことですし、世界中の建築家が提案をする場面ですから、まあ、本当にやりがいのあるいいチャレンジですね。アルメニア、そして遠藤さんの新しい挑戦。しかしここから数々の波乱が巻き起こります。今年2月にアルメニアの万博担当大臣が突然解任されたのです。他の万博担当者も人事異動で入れ替わり、契約の交渉がリセットされてしまいました。さらに4月、開幕まで1年と迫った頃、残念ながらというところなんで、はいはい、まあ、ぜひまた何か機会あれば。そうですね、そうですね、はい、これまで一緒に準備を進めてきた建設会社がプロジェクトから撤退することに。人件費の高騰などで費用の折り合いがつかなくなったことが理由でした。本来4月中に着工する予定だったはずが、準備は振り出しに。それでも遠藤さんは諦めません。はい、こんにちは。はい、つてを頼り新たなパートナーを見つけ出しました。普段は立体駐車場を作っている建設会社です。あ、やっとそういう時期が来たなと思ってて、鉄骨基礎を特許持ってる、これはまさに万博のような建物に使うべき基礎だから、まあ、ある意味チャンスかな。大臣は辞めるし、公務店は撤退するし、もうとても大変な
2月3月だったんですけど、この PK 建設さんというところが、まあ、やってもいいよというふうに、まあ、あの救世主として現れたものですから、奇跡のような出来事だと思ってます。そして先月末、ようやくアルメニアと正式に着工の契約が交わされました。当初より3ヶ月遅れの7月着工を目指し、調整も佳境に。先メールもらいましたので、ざっと中身見ましたが、オーバーですね。まあ、メーカーと調整して、対応するようにって話してて。鉄骨だけはもうちょっと なんとかなりませんかというのは言うつもりです。あとは見守るだけ。そう思っていた矢先のことです。アルメニアの北部で洪水が発生。地域の交通インフラが壊滅的な打撃を受け、死者も出る事態に。その影響は想像以上に大きく、で一旦ちょっと経済活動を止めないといけないという第一歩が来たんです。万博のプロジェクトを一時的にストップする、耳を疑うような連絡が遠藤さんのもとに届きました。洪水がまさかこの時期に起きるのかと、まあ、予測もしないことですね。今保留になってますけど、まあ、ぜひもう一度動き出して、アルメニア館を完成させたいなとは思っています。このままではもう来年4月の開幕には間に合いません。遠藤さんは祈るような思いでアルメニアからの連絡を待っていました。すいません、いつもお忙しいところ。ところが、A タイプはやめて C タイプにしますというのが、まあ、私の手元には2日ほど前に来ました。アルメニア側の決断は独自パビリオン断念。災害の復興に力を注ぐためにパビリオンの自前での建設は諦め、数カ国で共同運営するタイプ C に変更するというのです。出展する国が、まあ、そう決めたら、まあ、それは受け止めざるを得ない。遠藤さんは建設会社のもとへ。パビリオンの建設がなくなったこと、計画が白紙になったことを伝えなければなりません。なかなかあの説明すべき言葉が浮かばないんですけどね。本当に私もあの何かぽっかりと穴が開いたみたいで言葉が出てこないんですが。事情を聞いた建設会社は、まあ、あれから本気になっていろいろと取り組ませてもらったんですけど、まあ、あの結構な手間もかかってるもんですから、つらいなというところがありまして、契約があの解消になるまではちょっと、まあ、静観をしてもらえればというのは私の思いなんですけど。景観難しいですね。それはあの外注さんにもさらなあかんとでいけないですから、はいはい、外注さんにも景観だよって、あの元請けとしてはあの都合のいい勝手な話になっちゃうもんですから、まあ、皆さん含めて私がお願いしたあの発端でありますから、本当に申し訳ないです。今回は本当に皆さんエネルギーを私も感じましたし、あの真剣に、ね、取り組んでもらったと思います。お礼を申し上げます。本当に、ね、ありがとうございました。そんな感じで。
わざわざすみません、ありがとうございました。辛かったです。いや、辛まあ、みんなの顔見ながら話していると、まあ、終わったのかなと思いましたね。まあ、まだモヤモヤしてますね。スイッチを押すようにね、きれいさっぱりとはなくならないので、まあ、当分の間はモヤモヤしながらやるしかないですね。アルメニア、そして遠藤さんにとって初めてのパビリオンは幻となりました。おととい、奈良市内で開かれた万博の参加国が集まる会議。アルメニアの万博担当者も来日しました。パビリオンの建設は叶いませんでしたが、遠藤さんはアルメニアの担当者にあるものを託したいと奈良にやってきました。全部完成した図面を持っていきました。で、まあ、結果的に災害が起きてタイプ A は断念ということになっているんですけど、私はこのパビリオンを皆さんが心から気に入ってもらって本当に嬉しいと思っています。 Thank you very much. Thank you for your cooperation. Thank you. Thank you.まあ、今回はね、まあ、断念をして、まあ、大変申し訳ないと、まあ、ただ彼らは非常に私のデザインを気に入ってくれて、それからまあ今後の、タイプ C についても、まあ、協力してほしいということをまあ言ってくれましたので、これからも何らかの形でアルメニアのパビリオンに携わりたい。遠藤さんの模索は続きます。最初の1週間2週間は何かね、あまりちゃんと受け止められてなかったとは思いますけど、うん、じゃあある意味断念はしっかりと受け入れられる。そうですね、はい、で、まあ、前向きに、まあ、自分の中でこうイメージが作れたなと思いますね。